それでは電通で行ってみたいと思います。今日の長文はこちら。短絡は20、そして設問形式は内容1問題でございます。で、実際には15問ついてるんですが、さすがにこれを全部やってるとですね、視聴時間が長くなってしまってですね、皆さんご覧いただけないので、10問であれば頑張っていただけるかと思います。これぐらいやればですね、電通大の求めているレベル、もしくは解き方などが確認できるかと思いますので、一緒に頑張りましょう。サミさん、最初の部分でございます。サミさん、第一段落を一読していただいた後ですね、こちら問いの10番考えていただけるとよろしいかと思います。デビさん、設問の指示に対応するところはここですよね。デビさん、その右側にあるダッシュ、これは左側の表現の言い換えを表しておりますので、デビさん見ての通り DNA と書いておりますので、選択肢の A ですよね、そのものズバリということで A が正解ですね。で、選択肢の B は臓器、選択肢の C は皮膚の色で、選択肢の D は体の大きさ、全く記述がございませんので、やっぱり A が正解ということでよろしいかと思います。サムさん、続いての9番でございます。検討をお願いします。で、皆さん、まず選択肢の A でございます。皆さん、ニューボーンケア、その話はこれですね、書いてはいるんですが、皆さん真ん中 required、 必要とされてる、もしくは要求されてると言えそうかどうか、皆さん本文眺めていただきますと、このニューボーンケアのところを遡っていただきますと、ここにぶち当たりますよね。 whether、 うにゃうにゃかどうかを explore、 探求すると。ですから必要とはされていなさそうですね。で、皆さん B をすっ飛ばして C、 皆さん health risks、 それはこのあたりに書いてますね。ジェムさん、これですね、 accurately、 正確に検知できるか、それも書いていないですね。で、皆さん選択肢の DAlways prevent、 いつも防げるようになるでしょう、それも書いていなさそうですね。となってくると、皆さん選択肢の B が良さげですね。 challenging issues、 これは皆さん本文ここに書いてますよね。ですから皆さん文との表現もこちらに書いておりますので、 B が正解ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いての段落でございます。一読をしていただいた後、こちら検討をお願いします。皆さん、読んでいただいてわかるかと思いますが、遺伝子革命ということで前向きな話をしてますよね。皆さん見ての通り health forecast、 要するに将来の自分の健康、もちろん病気になるかもしれませんが、そういうことが予測できるんですよね。で、皆さん病気の具体例はこのあたりにもしっかり書いております。乳がんということですね。ですから、ここまでいけたら皆さん選択肢もいけそうですね。で、皆さん選択肢の A であれば、皆さん性別の話はしてませんね。で、選択肢の B はこれですよね。賢くなるのかどうか、それも記載がないですね。そして C をすっ飛ばして選択肢の D、 技術や能力、そういう話もないですので、もちろん C のこれですよね。病気の確認が早いうちからできると。ですから健康面においての予測ができるわけですから、選択肢の C が正解ということでよろしいかと思います。サミさん、続いての段落でございます。問いの1番、お願いします。デビさん、設問の指示にいるアランさんですが、ここですよね。デビさん、そのアランさんがどこで働いてますかということですが、こちらでよろしいですね。ですから、これも一発で選択肢の C、それが正解ということでよろしいかと思います。サミさん、続いての段落でございます。こちら、問いの2番、検討お願いします。これは設問の指示がですね、本文こちらに合致するかと思います。ですから、何人ですかと言われたらこれですよね。 4 million。 ですから、これはもう一発で B が正解ということでよろしいかと思います。サミさん、次の段落でございます。一読をお願いします。さあ、第9段落でございます。一読をお願いします。そして皆さん、設問の指示の確認もお願いします。皆さん、設問の指示はこちらに書いてますからね。この後選択肢4つ確認できるように画面を変えますね。さあ、皆さん、選択肢4つ今見えてるかと思います。この中から検討をお願いします。皆さん、ヒントはここでいけそうですよね。治療できたり予防ができたり。それが皆さん、選択肢の A に書いてますよね。で、皆さん、選択肢の B は No problems、 問題がないとは書いておりませんし、選択肢の C の薬、
で、選択肢の D の健康的な行動、やはりないわけですから、やっぱり選択肢の A が正解ということでよろしいかと思います。サミさん、続いて問いの8番でございます。設問の指示だけ確認をお願いします。サミさん、段落後半でございます。そこから皆さん選択肢の ABCD 検討ができますので考えていただけますでしょうか。皆さん、これはこの緑の三角括弧のところからで判断ができるかと思います。子供の時の病気だけでなく、両親は知ることができるんですね。で、皆さん、何を知ることができるんですかと言われたら、赤ちゃんが特定の遺伝子、それを持ってるかどうか、それは乳がんを引き起こすような遺伝子ですね。それを知ることができるんです。それで皆さん、選択肢の A を飛ばして B からいきますね。で、これは文頭でダメそうですね。子供は受け入れるかもしれない。皆さん、受け入れるのは親ですからね。で、皆さん、選択肢の C。これ皆さん、文末がダメそうですね。技術的に不可能かもしれない。皆さん、技術的に可能だからこういうことができるんですよね。で、選択肢の D。これも文末のルーティーンと書いてますね。皆さん、日常の決まりきったヘルスケア。そういう話は書いていませんね。ですから選択肢の A。両親は受け入れるかもしれません。それは子供たちの遺伝子情報ですね。ですから、ここに該当しますよね。親は知ることができると。だからこそ、受け取るかもしれないということですから、A が正解ということでよろしいかと思います。サミさん、続いての段落でございます。こちら、問4番の検討をお願いします。皆さん、設問の指示はこのあたりに該当してますよね。ですから皆さん、この第10段落、2行しかないですが、根拠はこのあたりにありそうですね。で、皆さん、読んでいただけると、彼女がどのようにして悪い知らせ、そういう報告をハンドル、扱う、対処するのか。もう皆さん、それで選択肢いけそうですね。で、まず選択肢の A ですが、her own。これだとお母さんになっちゃいますね。で、皆さん、選択肢の B もよく読むと、やっぱりお母さん自身の話になっちゃいますね。で、皆さん、C をすっ飛ばして選択肢の D。これだとお母さんが娘さんの食事とか生活スタイル、それを変えたいという、ちょっとまあ余計なお世話ですかね。そういう話になっちゃいますので、D もダメそうですね。ですから、娘さん自身の健康的なリスク、つまりバッドニュースですよね。それにどのように対処するのかということですから、気づかせたいんですね。ですから選択肢の C、これが正解ということでよろしいかと思います。サミさん、次の段落でございます。一読お願いします。サミさん、こちら問いの5番でございます。設問の指示だけ一読お願いします。皆さん、設問の指示のコストでございますが、このあたりですね。お金かかると書いております。ですので、このあたりをヒントに今からお見せする選択肢、検討していただきたいと思います。さあ、選択肢こちらでございます。検討お願いします。皆さん、これは急速に下がってるという話がありますね。ですから選択肢の A は expensive。値段は高騰してませんね。で、選択肢の B も increasing ではないですね。で、選択肢の C は変わってませんと。変わってますよね。ですから選択肢の D、decreasing quickly。まさに本文そのまんまでございますので、D が正解ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、次の段落でございます。こちら、設問の指示と合わせて一読お願いします。さあ皆さん、設問の指示に該当するところはここですからね。で、皆さん、この後画面を下に下げますね。さあ皆さん、選択肢こちらでございます。検討をお願いします。で、まず皆さん、選択肢の A でございますが、これですよね。リラックスする時間がない。もう、点々って感じですね。で、選択肢の B。研究に参加しません。もう参加しましょうよって感じですね。で、選択肢の C。新しいことを見つけられません。まあ、頑張れって感じですね。となってくると皆さん、選択肢の D が良さげですね。全体に焦点を当てない。ということは皆さん、このあたりですよね。特に皆さん、narrow という表現ございますね。見てる範囲を狭めるんですよね。ですから、全体にあえて焦点を当てないということと言ってることが同じでございます。ですから、選択肢の D が正解ということでよろしいかと思います。サミさん、お疲れ様でございました。皆さん、改めてこちら確認させていただきたいと思います。皆さん、普段から意識した方が良いことは、まあもちろん今日は電通大やりましたが、電通大以外を第一志望としている方も聞いてほしいのは、皆さん、過去問を解いてみて、70% 以上取れる状態になれば、過去問のレベルを上げて練習するのが賢明かと思います。
そうするといつの間にか実力がついてですね、8割9割取れる、そういう状況になりますからね。ですから例えばGマーチの過去問、つまり学習院とか明治などなど、もちろん人によっては早計上司でもよろしいかと思います。てみさん、当チャンネルのやだっちとスタディ、この中にみさ再生リストはありますからね。まあ、今日の国立大英語もそうですが、各種取り揃えておりますので、ぜひ実践していただけるとよろしいかと思います。ということで、参考になさってください。